かった。そういうものがさ、48グループにないじゃん。だからさ、そう、あ、携帯バグった、あ、携帯バグった、私の顔が見えなく、だからその久しぶりに、その私歌とかダンス習ってたからさ、ここの歌い分け取りたいなって発表会の時とか思ってさ、まあ、頑張って本当に取れた時はめっちゃ嬉しかったりさっていう思い出があるから、そのそれがね、またグループの中でできた瞬間だったので、なおくんさん、りょうすけさん、レブニアンさん、きょうへいさん、いしけんマシンさん、てつさん、つぼゆうすけさん、しゅうぞうさん、こうたんさん、レブニアンさん、ゆうくんさん、ラダダダムノさん、またたびさん、セリアさん、スランプくんさん、おーちゃんさん、村勝オンリーユーさん、エムケンさん、坪ゆうすけさん、ありがとう。触覚自分で巻いてます。よかった、良い。目元の大きさが違うの、いや一緒ですけど、もうね、何時だったっけ今日の最初、今日の最初11時ぐらいからメイク直ししてないから、多分いえ、わっしょいさん、まささん、あもずさん、ありがとう。今日の子かわいい。そうなのよ、まつげがバチッとしてる。え、ほんと？今日せっかく可愛い服なのにね、写真撮ってもらわなかったからね、あー撮ってもらえばよかったなって思った。よー、ヘリングとかやったっけな。この服めっちゃ可愛いのよ、嬉しかった。なんか、え、可愛いって思って買った服だったんですけど、みんなが褒めてくれたから、やっぱり可愛かったんだって改めて思った。どう？チーク濃かったから待ちも濃くしてみよう。M1 眠くて3組までしか見てない。 M1 眠くて3組目まで、3組目までしか見てない。JC ミスか、へえすごい。こんばんは。だからまだ言っちゃダメだよ、どこがすごいねみたいな。最初が敗者復活戦なの、扱ったそれはそこまでは見たけど、安易にコメントしちゃダメだぞ。ポーシさん、きょうちゃんさん、ありがとう。
こが面白かったっていうのは言って。ジェイポングさんありがとう。ハンドクリーム買っちゃいました。マジ？私とトロブさんとお揃いだよ。しちゃダメって言うとする人がいるんですよ。なーに？トム・ブラウンさん、話し会とかツーショット会のたびに道に釣られてる。なんでだろう。イソップ乾燥肌ですか？わかんないんですよね、うちのそれ。私のそれわからん。3組目って誰？でも見取り図さんまで見たよ。やほー、ありがとうございます。嘘、途切れてる？お話し会いつも行けなくてごめん。全然。いつか来て、いつか。毎朝スチームしてるんでしょ。そんな余裕があったらいいけどな、私に。おしゃれ、いい女子だね。いい大人、いい女性。画質が悪くなった。本当に？ジェイポングさん、坪井ゆうすけさんありがとう。いやでもスチーマーはね、欲しいなって思ってた。そうそう、うちは朝に時間がないね、人だからね。あと3日で顔痩せする方法ください。顔痩せはね、難しいというかね、自分は顔が取りやすくて痩せやすい人だと思うんですよ、自分で。だから何だろうね、611さん、坪井ゆうすけさん、またたびさんありがとう。ツイッターのトレンドで優勝者は知ってるでしょ。知らん知らん。うわ、知らん知らんって嘘。え、私何もしてないよ。勝手に止まって勝手に再開しとる。嘘嘘、マジか。知らん知らんって。スカパラダさんありがとう。なんででしょう。こんばんは。知らん知らんって。今ムーンさんありがとう。明日奥さんの誕生日おめでとうございます。そう、マサさんありがとう。歌い分けがのとこまで戻ったのもろい。マジ？キルスさん、松前さんありがとう。知らん知らんって、フランフランみたいなテンションで言ったから面白かった。別に止まってなかった僕の環境。じゃあ止まってない方にだけ見れた私がいるんだ。セプト的な。なんで私が鍵じゃないのねえ、どうして。スランプくんさん、ビルマさん、マサヤさんありがとう。
そんなところまで戻るってさ、録画されてるの？ショールームって。まさやさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。まさやさん、おめでとう。誕生日おめでとうございます。いえいえ、まさやさんおめでとう。おめでとうね。今日は皆さんお話しありがとうございました。コングラチュレーションズ、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ。素敵な一年にしてください。素敵な一年にしてください。ゆうきさんもお誕生日、わかんないんだよね。今日の方と一緒なのか私と一緒なのか、どうなんだろう。こんばんは、おめでとうございます。自分お話し会があった日にさ、お話し会っていうか握手会もそうなんですけど、めっちゃなんか知らぬ間に寝てるのよ。なんなんでしょうね。ホープンさん、まさやさん、ありがとう。あ、私とお誕生日一緒なんだね。イエイ。お話し会中にじゃない、帰ってから。意外と頭を使っとるんかなって思う。そう、全然疲れた気とかはせんないけど、実はね、意外と使ってて知らぬ間に、でなんか知らぬ間に寝てるんだと思う。握手会もなくても知らぬ間に寝てる気がします。それはそうそんなの、それはそうだし、人間の欲求だし。そう、今日お話し会中もね、眠くなった途中。だから3、4、6、7、今日だったけど五分の間寝てたもん。めっちゃいい感じ寝れた。でも本当だよね、明日で500日。ショールーム、あ、本当だ、すごい。未だにインチと話すの緊張するから今日はなんか褒められましたね。寝る以外はお話し会の合間何してるの？なんかいろいろしてるよ。メンバーと話したり書き物したりいろいろしてます。動画見たり、うん。柳田さん、ありがとう。うん、24コスプレね。サンタさんの格好待ってるねって言われたけど、って言ってた。福島太郎くんさん、ホーポンさん、クマ、ありがとう。かわいいこの服。てか横がかわいいよ。見てほしいんだけどね、この横のところ。映らんけいさ、こうなってるんです。
うん、でも何かはしたいと思ってるよ。なんかクリスマスのなんかはしたいと思ってる。こんばんは。緑っ気のある服似合う？本当？最後のメールの写真待ち受け画面にした。ああ、よかった。そうそう、サンタかトナカイかツリーか。マッサ61さん、ユキさん、またたびさん、ありがとう。何がいいと思う？サンタかトナカイかツリーかソリか、プレゼント。そっか、彼女感ムンムンコーデとかムンムンって彼女感ムンムンコーデ、クリスマスデートの彼女コスプレってこと？靴下、雪だるまいいな。雪だるましたい。ゆきさん、きよさん、ありがとう。ツリーの上の星、こんばんは。ツーショット会ありがとう。コン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 、見たい。プレゼントかな。エルサ、エルサもしも、そうだね。なんていうんだっけ、ケープだ、ケープだっけ、ピープ、ケープ、ロープ、スロープ、ケープ、ケープだけつけたらさ、いいね。あのなんちゃらプ、なん、何プ？違う違う、こうこうするやつ、伝わらん。断層、私が断層したら絶対イケメンだもん。絶対にイケメンの自信がある。だって日々生きてるだけでなんか顔は可愛いよりじゃないもん。俺が女装したら絶対可愛いし、いや可愛いと思う。私より負けます。そう、みんなに勝っちゃうかも。断層したらの話ね。まあそれはないけどさ、自分が美人って認めてる。そうじゃなくて、そうじゃなくてさ、違うんだよ。男顔だなって自分のこと思うから言ってるだけで、丸顔だからイケメンは無理じゃない。丸顔じゃないんだよ。頭は丸いけど顔はね意外と丸くないんだよ。そうそう、
みんなね、優しい人柄がね、顔に現れてるからね。イケメンって、イケメンな人とか可愛い人が多いね。どういうイケメンになりたい？翻弄したい。ホーポンさん、ありがとう。みんなを翻弄するイケメンになりたい。一が思うイケメン顔は誰？ ST の中で。誰だろう。トムトムさん、ありがとう。僕は悪人面？そうなんだ。くどかしてくれ。そうそうそう、ヤバニャ求愛いっぱい。ヤバニャ求愛。ダメだ、今日口が回らないんだけど。ナンパしてみたいって。そうそうそう。あ、すいません、あのここら辺ででっかい、でっかい、ペンギン見ませんでした？って女の子に。人たらしじゃない、でもみんなのことは好き。みんなのことはめっちゃ好き。たらしじゃない、じゃ、なんか言われたもん、おきちゃんとふくちゃんとこっことあおいちゃんと結局は誰なのみたいな。違うじゃん、私がいつタラタラしましたって感じ。好きやけど、みんなね、みんな大好きだけどさ、そうなんよ。みんなだって、みんなだっていろんなメンバーにチラホラチラホラ言っとるくせにさ、私にそんなタラタラ してるしてるってひどいよ。うへえー、トムトムさん、ありがとう。あのさっきのね、なんだっけ、ペンギンのやつはね、なんか王道の決まり文句らしいよ。私東京で言われてめっちゃ怖かった。え、見てないですって言ってあ、なんか去ってったけどね。そう、調べたらね、王道なんだって。遊ばれたよ。人たらしは褒め言葉。そうなの？世の中に可愛い女が多すぎる、流れてます女。そうそう、ジーポングさん、ありがとう。なんか結局は沖さんと田中さんと本当は誰なんですかねみたいなリプがあって、でその違う人のリプでなんか、みちは浮気症なんでしょうねみたいな。うちくりさんに言われてないよ、なんでうちくりさんな違うって。そう、普通にあのおもろい、違いますよ。あのね、稽古場にから帰る途中の通勤
帰宅途中にやられた。歩いてて急に手をつながれた時怖っ。そうそうそう、私のことを好きな人はみんな好き。まあ、嫌いな人でも嫌いとはならんけど。いきます。13位マサジさん、12位ウルスさん、11位ホーポンさん、10位エムケンさん、9位ジェイポングさん、8位ブルーさん、7位ラダダダムナさん、6位アモズさん、5位ギルスさん、4位セリアさん、3位コータンさん、2位ユキさん、そして1位はドゥルルルルンジャン坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャンペルーサさん。 Thank you、 ありがとう、ありがとうございました。そうそうそう、そう、またね、おやすみ。